きましょう。好きに行こう。だから、もしこれで僕ら結
レーズ落ちれば、うん、どんどん冷めた串カツを食べることになる。あ、後半はね。揚げたて、はい。チーズがシャレになってないんだけど、うん、チーズがやばい。一生懸命揚げてくれてるけど、俺らが食べ過ぎて追いつかない。あ、来た。はい、はい、こちら、左からタコ、白身魚、サバ、イカです。はい、魚ゾーンです。魚ゾーン、魚介系だ。ラッツびっくりした。びっくりするよね。あ、そこからあどの口もさ、なんかソースつけるのもったいないぐらい味付いてるね。なんか素材が、うん、美味しい。そのなんとかみたいに、素材の味が染んでるような口だけじゃないよね。なんかソース絶対つけないと思って、そんなって、うん、お酒が一緒だよね、あと違う気分ですよ。感じるよ。
と4分で食べ過ぎじゃない。いやあれ、いつもラスカル君も半分ぐらいですよ。なんか、一気に美味しく食べてるって感じ。ゆっくり美味しく食べてるけど、口の中は完全に使えんじゃない。よく考えて、その目標数達成したら、お店1時間で串揚げ400本揚げる。揚げすぎっていうか、ごめんなさいっていう。ごめんなさい。なんでこういう気になっちゃったんだろう。最初から考えるとね、全然人変わってるよね。
しようで。ガスはだいぶ本性出すよね。大丈夫か、出してるよ別に。何本性って。はぁ、じゃあ、ただ、俺は喋らなかっただけだから、喋ったら最初からこうだから。熱いなほら、素揚げは塩で食べて、めっちゃ美味しい。信じる？うん。そうだったら一回測ったらいいよ。3トン高い。ああ、もうテンション、テンションはもうちょっと高いけどね。
迷惑な時だなって思われるタイプの、あの中学生みたいな会話ネタも中学生最近好きな人になるよね。どうだ、どっちもね、元オタクみたいなところあるから、中二病の話、中二病な感じの話熱いよ。中二病分かんないと調べなくていいから、本当に。なんかいわゆるオタクの子みたいな。このカツノコみたいな感じ。うめえかな。ピントが合わない。合うかな。小餅昆布なんだけど、本当にね、カツノコみたいにこうギュッと卵が詰まって。最後帰ってもらうこれはちゃんと発揮して、意外とでも関西以外だと二度付け先生って知らないのって思ってる、関東の人とかそうだね、あのほら口上げっていうあんまりね文化があんまりないからね、どっちかと口焼きだから、そうだね、そう、餅がものすごく甘くて、もちもちとかいうのやめるけど、というわけで、大丈夫です。目線がつらかった。僕を火事に巻き込まないでって思って、いけつく波動だったよ。いいか、オタクネタをかぶせなくていいから。どうだったの、でももう年も明けて、俺ら会ったのって今年の夏秋前ぐらい、いやもう1年半近いのか、なんだかんだ早かったな、あっという間だった、あっという間だった。でもなんかそのおかげで今年もこうやってやれるし、なんか目標だって何やるにもこう、なんかああやろう、こうやろうっていうのをすごくなんか明確にできるみたいな、はい、あーレンコンとネギのフラゲでーす。ネギの素揚げやばい、絶対美味しいから、絶対熱いから、中から汁でパッと入ってお酒飲む、酒飲む1個ずつでいい、犠牲にはしないぞ。あっ！ごめんごめんごめん。でも俺は水は飲まないよ。はい。ああ、さっきの素揚げのね、うん、レギナツ甘いな、こっちじゃ甘いかも、I'm going to go.
今年の誕生日どうすんの？あ、でももうやだよ、去年ドラマだもん、若干。はい、はい、あんまり知ってる方は多いのか分かんないけど、僕ら誕生日一緒なんですよ。で、去年は一緒に祝ってもらったみたいな、有塚さんね。あ、そう、僕と入れるね。いやそんなことないでしょ。写真あげるぞ、あのテレビの写真、写真あげるぞ、テレビの写真。でも、あの写真をあげるぞ。振り返さなくていいから、そういうの。僕、真っ黒に行けるのも今年はピーロやらないから。ああ、でも、友達と同じことして、同じ仲間内がいて、一緒にこう祝ってもらえるのすごいありがたいよね。うん、俺、今までの実感もないもん。ラスカさん、友達が多いって言ってたから、そういうのは結構頻繁にあったのかな。俺もあんまりされるのはなんか、こっぱずかしくて、人のはするけど、あんま自分のってのは知らなくて。そういうタイプだな。まず自分が祝ってやって言うタイプじゃないよ。何誕生日やねんみたいな。さっと終わって、あの気づいた4日後ぐらいに、おめでとう、おめでとうって言ってもらえれば、それでいい。みんな事務所に何か送ってあげてね。あの、ツイッターのところに、ね、書いてあるから、住所書いてある。ツイッターに住所書いてあるから、あそこに何か書いてあげて、何か送ってあげて。物品をね。あの、いや、そういうのやめて。やめて。これ、なんかどうしようもなくなっちゃうから。いや、この前もあの年賀状とかさ、はい、はい、この前もお正月年賀状とかさ、それぞれやっぱもらえて、それだけでめっちゃ嬉しいよね。嬉しくない？郵便局から年賀状来てね。すごい、すごい。ほら、これが好感度だよ。え、でもほら、一緒にさ、あのファンミーティングみたいなやった時もさ、いろんな人からこうお話聞いたりとかさ、物とかじゃなくてこう、なんかそういった話っていうのが一番嬉しいな。だから、今年はさ、個人ではさ、なかなかちょっと難しいから、俺らとかと一緒にさ、ファンミーティングじゃないけど、もう皆さんと交流できるか、で少しでもなんか増やしていけたらいいな。カラオケ。ラスカルって個人の歌いではやるんだってから、よかったね。だからカラオケって来ると、めっちゃ嫌な顔する。ちゃんと酔っ払うと歌ってくれるから、一緒に。立ち音痴だから、ね。あの、トマトが怖いのは分かりました。
クラ好きなの。オクラ？オクラオクラ。あ、オクラじゃない。アスパラガス。アスパラ。タイミング。はい。やばい、どれ食べても熱い。集中してるんだったら我慢できるの分かる、うん、なんでこの状況で水飲まないと食べよう。裏を痛い。普通ベロ痛いでしょ。痛い。ほっほもらえないから熱くて。俺さ、よくさ、汗かくかかるじゃん。すげえ言われるけど、普通に飲んだってさ、ラーメンとか食うときさ、6、7リッターでさ、60度、70度のやつをさ、食べ6キロぐらい食べてさ、なんで逆に汗かかないの。熱かった。タケノコ激アツでしょ。うん。汗かいてるよ。かいてんのみんな。全然寂しくない。バナナと山芋とかぼちゃです。バナナ、バナナ、山芋、かぼちゃ、デザート串がそろそろと。いや、待ってない。何の話したの。やっばい。気をつけて、マジプチトマト。トマトやばい。Thank you.
ごとイチゴ絶対熱い。北海道の味は聞いたことない。普段さ、デカ盛りとか食べるとやっぱり一個だけとかさ、普通にこう何品ものやつとかさ、デザートってないじゃん。ちょっと嬉しくない？美味しい、それも美味しいです、本当に。どれ食べても。はい。デザートが終わる。あ、はい。これ終わったら、あ、食べなかった。これが終わると裏メニューが待ってます。裏メニュー、うん、やねん、あかん。山芋せよ。ピラフ串って何？うまい、何？あんず串もある、デザートもある。なんか裏っぽいな。すごい裏。書いてあるメニューがいかにも裏って感じ。バナナやばい。トロトロ。ああ。あんこ怖いもん。
気がするしかしないじゃん。まあまあ食べてみたらわかるよ。これが卵がだし巻き卵ベール、あんこ全部当たりなんだけど当たってよ。なんで君がストック買うのか不思議でしょうがないんだ。でもやっぱりほらお店とかの予約ってさ、どうしてもあのお店の都合とかもあったりするから、どうしてもご飯物がかぶっちゃったりとか、麺とかかぶっちゃって、でも見てる側としたらさ、ラーメン3回連日食うのやっぱ嫌じゃん。できる限りそういったのないように俺は時間が空いてくれに行って、時系列がちょっとバラバラ、だから俺の動画時系列結構バラバラなんだけど、バラバラだね、あんまり被らないようにっていうか、いやそれこそ大食いの人 YouTuber って人が結構多いから、どうしてもドラマもそうだし、マックさんとか見てたらどうしてもほら東京一緒の撮り方かぶっちゃったりするじゃん。だからそういうのもやっぱりね、できるだけその人に悪いとかじゃなくて、みんながこうせっかくね見てくれてるから最大限楽しめるようにとか、そういったのもなるべく被らないようにしたりとか、あんまりね、被っていくのはね、できれば避けたい。できればね、紹介とかってあんまり避けたい。みんなのそのお店のスケジュールってさ、上がるまで知らないじゃん。知らないね。だから俺編集してアップロードの準備とかしてる最中に、あ、同じお店ポンと上がったりすると、おおって、あ、やべ、かぶったと思って。あるある、緊急にもう一本編集しないと思って意外とマイペースだからそんなにかぶらないよ。はい、ラーメンチーズと牛バラビーフ、牛肉チーズ、辛ラーメンと豚、生レバス揚げやば。なんか油してたる感じすごくない？なんかこれ冷める前にレバー油かけよう。
バーがやばい。ふわっふわ、正直レバー好きじゃないんだ。ああそう、苦手だもんね。これ美味しい、すごい美味しいよね。でも臭みもないし、いわゆるあのサバサバ苦手って人も多いけど全くない。よく食感があるし、うん、おでくさけてほうほう、あっこれ、うまい。銀なんだ。銀なん、銀なん、銀なん。銀なんすごい好きでさ、あげ銀なんだから。だからちょっと銀杏っぽいんですよ。いないわ。銀杏ってさ、油すごいじゃん。あの、あんま食べないでしょ。食べない。すぐ。銀杏のおにぎりだ。ちょっとやる。すっぱい。あ。本当。あっという間。適度が一番美味しい。いや。銀杏って。適度とはっていうこと？楽しいなんですよ。え、だから、これ銀杏の大食い食わされるの？今年の上旬ぐらいかな。あの日に合わせてまた飲み物するか。おっしゃ3キロ来いよ。何キロ分かってこい、スリパチで3キロ分かってこいよ。3キロ行け。じゃあ最後になります。はい、じゃあこんにゃくの素揚げトッピングです。すごい、こんにゃくの素揚げ、素揚げ、素揚げトッピング。電化みたいになってる。そしたら今年も炎上するね。去年すごかったもんね、炎上具合。あれはね、ある種気持ちいいから恒例行事にしよう。じゃあ、あの恒例ね、あれ、うん、また年末ぐらいにまとめて味噌汁食べるから。同じ秋口の一番匂いきつい時期。ああいうのもでも本当にほら、見てる方はどうなのかなってのあるけど、なんか俺もからももちろんあの協力してた有塚さんもこう信頼関係があるからこそだよね。俺全然知らなくてあれやってな、怒るよ。もちろん怒るけど、全然ドラだったなって。またやったよみたいな。僕が受けたんだよ。受けたもんすけど、ちょっと待って。ちょっと待って。だって、しょうがない笑ってて、2スクリーミーぐらいで、ずっと入ってて、お米じゃないって思ったぐらい。なんか、粘土ゼロだしみたいな。何これって思って。あれはね、びっくりだよ。
間に合わない。間に合わない。僕らがもうよくお腹いっぱいって言うんだから、普通の時本当に厳しいと思うよ。ふーってなってる。これもこんにゃくやっぱ。こんにゃくフィニッシュですよ。でも、ラリー全面に終わっても時間があれば終わんないからまだ来るよ。まだフィニッシュじゃないよ。4キロないしね。ただ相当嫌そうな顔するじゃん。うん。まあ、そうすると7近く行くから、7ぐらい行くだろうから、相当なんかいっぱいよ、俺らも。多分こんな顔するから。美味しいものを美味しく食べる。
残り1分41秒どうでしたか。美味しかったです。ありがとうございます。福浦はちょうどよく分かった。初めてこう串カツみたいなスタイルであのデザート串って食べたことなかったです。あ、本当ですか。どうでしょう。あいつが一番好き。あ最後に持ってこうかなと思ったんですけど、ちょっと裏の方がね、楽しみで重いものだったかなと思ったら、途中ピラフもあったんですよ。ピラフも、ほぼピラフだったなんかほぼ揚げおにぎりみたいな感じになって、あそうですよね、はい、揚げおにぎりと聞いたことないですけどバターの代わりもね。そう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 、よかったです。おめでとうございます。ありがとうございました。ごちそうです。てな感じで今日はね2人で一応串カツラリーってことでチャレンジしてきました。何が一番好きなんだ。僕はね、なんだかんだね、あん肝の蜂蜜が衝撃的だった。衝撃が高かったから美味しく感じたんですよ。でもやっぱりあんずかな。そんなにあんず、あんずが好きだった。あ、はい。っていう感じで、あの、まあ、捉えてる姿を捉えれば、捉えてる姿をカットして、すごい痛いから。嫌だ、カットしないよ。ちょっと待って、ドラのあの決め顔ね、見てあげて捉えてる瞬間の、あーあーでも本当に美味しかった。あグループ美味しかった。美味しかった、ね、あとで、まあ、強いてこれを今後チャレンジする、2000円引きのあここに書いてありますので、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。こちらの、チャレンジのラリー、串カツラリーをクリアすると2000円分の商品券ということでご利用いただけるんで、ただあの僕ら程よくことがいっぱいなんで、皆さん結構とかいっぱいになると相当100いけるかな。まあ、僕らのあのレンチは別にして、量的にも3キロないとは思うけど、本当に普通のチャレンジメニューを1時間かけて食べるみたいな量だから、でもみんなね、普通のご飯とかね、カレーとかじゃないかなだし、ペースはこっちで作れないし、うん、もうスピードこういう風にあったりとか、こうやったりこうやったりできないから、でもなんかね、普通に多分仲間内とかで飲み会とかに来て俺やるわみたいな、楽しいかもしれない。できるね、できるそれは楽しい。あ、はい、この間帰ってきた。あ、これ何だ、何だったの。あ、かもしれないということで、あのドラの再確姿を見れます。あ、終わりですじゃあ、とりあえずこれでね、なんかこんな感じなんで、いろんな見えないか。あ、そう、だから、僕がチャレンジする人に、あの、注意してほしいメニュー、注意してほしいメニュー、だし巻き、だし巻き暑いから上顎気をつけてプチトマトとか、あ、プチトマトね、果実系が気をつけてほしい。あの汁が出るもん逃げないから。チーズ、チーズ、チーズ、チーズチーズはね、ダメや、あの大変だね、仕事いっぱいあるからいや、その辺は溜まってきたら最後の方に回したら絶対に溜ましたほうがいいと思うね。で、本当に本物店でエビフライ丼とかあのキズナ丼っていうチャレンジメニューいっぱいあるんですけど、それ以外にもね、お母さんみたいなメニューもいっぱいある。お刺身以外に美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。なんで僕たちはこれからラーメン食べてくるんで、これではご飯も食べるんですね。うどんとか冷たいうどんだ、冷たいうどんだ。ああ、ということで、そんな感じです。じゃあ、ダラダラと、あの普通の2人のご飯動画でした。またどっかでお会いしましょう。